ラムジェットエンジンの構造ラムジェットエンジンは、ジェットエンジンの一種であり、一般には吸入した超音速気流をラム圧により圧縮し、アオン速まで減速させ、そこに燃料を噴射して燃焼した排気の反動で推進力を得るというものである。その構造より、英語では、ストーブパイプエンジンとも呼ばれる。ターボジェットエンジンより構造が噛に軽量になる利点がある。 アオ速気流で燃焼を行うという点で、工術のスクラムジェットエンジンと区別される。一般に、ジェットエンジンが十分な出力を得るためには吸入した空気を圧縮する必要がある。そのため通常のジェットエンジンでは、燃焼室より前段に圧縮機が備わっている。しかしある程度高速になった状況下においては、流入空気はラム圧のみによっても燃焼に、 十分なほど圧縮される。そこで圧縮機を用いずにラム圧を用いて流入空気を圧縮するというものがラムジェットエンジンである。運転のためには超音速の流入気流が必要であることからラムジェットエンジンはマッハ3から5程度の領域に適しているとされる。このラムジェットエンジンが有利となる条件の背景にはターボジェットエンジンにおいてはこの速度域では タービン出力や水力が下がっていくことも関係している。超音速でのラム圧を利用して吸気と圧縮を行うという性質上、ラムジェットエンジンは静止状態から始動できず、ブースターなどを併用することにより、初速を与える必要がある。ラムジェットエンジンは外燃機関であると誤解されがちであるが、機関内部で燃焼を行い高温の燃焼ガスを 噴射して、水力を得るため速度型の内燃機関であると、規定される。原子力ラムジェットは例外でありがい、燃機関である。ラムジェットエンジン前段部には、ショックコーンが設けられており、超音速気流はスパイク及びインレットの感激を、通過する過程で圧縮される。この時、スパイクは、衝撃波を発生させることで超音速空気流を、 アオンまで減速させる役割も果たす。圧縮は、ほぼ等エントロピー過程となり、非常に高い動圧が制圧へと変換される。燃焼室では、アオン空気流中への燃焼の噴射と燃焼が行われ、燃料の燃焼によって温度が上昇し、ガス体積が増大する。なお、燃焼室内では、圧力の上昇は見られない。体積が増大したガスは、 燃焼室から見て、進行方向側にスパイクコーンと高いラム圧が存在するために排気口に向かって噴出する。その噴出による反動をスパイクコーン底部が受け止めるために水力が生じる。なおガス流は排気口へ向かって流れており、通常逆流は発生しないものの、ラム圧が急激に低下した場合には逆流を生じうる。圧縮器がないため、 タービンもない。ラムジェットは各種ミサイルの推進機関という形で実用化されており、そのほとんどがラムジェットが動作する速度域までのブースターに固体燃料ロケットを使用している。ラムジェットを使用する利点としてはタービンやコンプレッサーがないために構造が単純化し、信頼性が向上すると同時に使い捨てであるミサイルが低コスト化し、 配備性が向上するといった点が挙げられる。世界初のラムジェット機ル・デュック010ローター橋に、ラムジェットを有するユアハート32、ホーネットラムジェットエンジンは1913年に、フランスで考案された。ただし、この時のものは、パルスジェットに近いものであった。その後も、ソ連やドイツで開発が進められてきたが、本格的な実用化研究が開始されたのは、 第二次世界大戦後のことである。1949年にフランスでラムジェットエンジン搭載機であるルデュック010が飛行している。ルデュック010は初速は母機により与えられた。1955年にはターボラムジェットエンジンのノール1500グリーフォンが初飛行した。1950年にはユアハート32ホーネットというラムジェット駆動の ヘリコプターが試作されている。これは、ローター端にラムジェットを設置して回転させるというもので、ローター回転によるトルクが発生せずテールローターが不要というメリットがあったが、航続距離や隠密性の問題から実用性が低かったため導入には至らなかった。戦後に、かやば製作所が試作した、ラムジェット回転抑装備の機体は、 セスナ 170K の胴体と、客席、エンジン、プロペラに回転翼ユニットを取り付けたものであり、ヘリコプターとは分類されない。かやば製作所による試作機は、レシプロエンジン推進力による滑走と、相対風による回転翼の回転を得て離陸し、飛行中に空中静止を行いたい場合、ラムジェットに燃料を流して、点火、以後回転翼は、 自力回転した。燃料を節約したければ、再び前進速度を得た後にラムジェットは停止し、オートジャイロとして飛行継続から着陸が可能だった。ラムジェット駆動のままヘリコプターに近い飛行状態で着陸も可能だったものと推測される。しかしながら、オートジャイロはほとんど地上滑走を伴わない着陸も可能であることから、実用上の利益はほとんどない。 ラムジェットエンジンのみでは起動しないため単体で用いられた実用航空機は存在せず高速時にラムジェット出力が大きいプラットホイット 2J58 を用いた SR-71 偵察機に装備されたエンジンもターボラムジェットではない固体燃料ロケットとラムジェットの複合推進機関を持つ P-800 オーニクスブースターとなる固体燃料を ラムジェットエンジン内部に充填し燃焼させ、燃え尽きた後に生じる空間を、ラムジェットの燃焼室とジェットノズルとして使用するものを、固体ロケットラムジェット統合推進システム、または、インテグラルロケットラムジェットという。これはミサイルを固体ロケットブースターが、ラムジェットの動作可能速度まで加速させた後、 固体燃料が消失した後のロケット部分が、ラムジェットの燃焼室となる複合推進方式で、ロケットの加速性とジェットエンジンの燃費性を足し合わせたものとなっている。外部ブースターを使用するものは、統合型ではなく多段型として分類され、使用済みブースター本体はエンジンから切り離される。多段型は、統合型に対して構造が単純であるが、ペイロードとの比として、 全体の質量や容積が大きくなるという特徴がある。インテグラル式ソビエト連邦、ロシアフランス日本多段式、アメリカ合衆国ソビエト連邦イギリス J58 の外観 SR-71 に搭載されている J58 のバイパス経路の動作概要。バイパス経路へ抽出された空気は燃焼室内には流れない。 低速時と高速時の双方に対応したエンジンとして、ターボラムジェットエンジンが考案されている。これは、ラムジェットエンジンの要素に加えて、圧縮機、タービンを装備し、低速時と高速時の空気流入経路を変更することにより、低速時はターボジェットエンジン、高速時はラムジェットエンジンとして作動するものである。流入空気を圧縮機を経由させて、 ターボジェットとして機能させるか、圧縮機をバイパスして、ラムジェットとして機能させるかは、バイパスフラップと呼ぶ機構により、飛行速度に応じ制御する。ターボジェットの外周部にラムジェットの機能を付加する、形式ともいえ、高バイパス非ターボジェットとも呼ばれる。現在のところ、蒸気のコンセプトに基づいて製作された、実用エンジンは存在しない。誤解により、 SR-71 とその原型機に搭載されたプラットホイット 2J58 シリーズがターボラムジェットであるとする記述がしばしば見られるが高速飛行時に得られるラム圧を考慮してバイパス等が設計されてはいるもののそれを利用して燃焼を行うものではないためターボラムジェットではないまたこちらも誤解によりターボラムジェット機として しばしばミッグマイナス25が挙げられることがあるが、同期のエンジンは、時速 3000km の高速飛行時に得られる、ラム圧を考慮し圧縮機の圧縮比を低く抑えて、あるだけに過ぎず、ラムジェットとしてのエンジン動作は行っていない。基本構造は、ラムジェットと同様であるが、超音速燃焼が行われる点で異なる。ラムジェットエンジンより、高速向きのエンジンとして、 スクラムジェットエンジンがある。ラムジェットエンジンでは燃料の燃焼はアオン速域で行われるが、スクラムジェットエンジンでは超音速域で燃焼を行う点が異なる。マッハ5以上においては空気流をアオン速まで減速させることが困難であるため、その速度域での推進方式として開発が進められている。ユーロファイターに搭載されるミーティアのギ擬ン厳密には、 統合型ラムジェットではないものの混同されがちなものとしてダクテッドロケットエンジンが挙げられる。概念図の見た目としては、イヤーとダクテッドロケットは似ているものの、イヤーがラムジェット作動時には純ジェットエンジンであるのに対し、ダクテッドロケットは空気吸い込みロケットに分類される、ある種のハイブリッドロケットエンジンであり、ラム圧による圧縮を必要とせず、待機速度0で始動できると、 ラムジェットとはいくつかの相違点がある。どちらもダクテッドではあるが、イヤーは噴射側のダクトを指す一方、ダクテッドロケットは吸気系側を指してダクトの名が付けられている。ダクテッドロケットエンジンを搭載したミサイルでは、固体燃料を一時燃焼室で不完全燃焼させ、この可燃ガスを二次燃焼室でエアインテークからのラム圧縮空気と混合し、 再燃焼させることで完全燃焼させて推進力を得る。酸化剤の所要搭載量を減らせるため通常のロケットエンジンと比較して重量軽減や航続距離増大が望める。出力制御が難しかったが一時燃焼室の圧力を制御してガス発生量を制御できるようになり飛行高度と速度を柔軟に選択できるようになった。欧州ムダのミーティアや ロシアビーンペルの K-77ME といった空対空ミサイルで採用されているターボジェットエンジンでマッハ3を超えると吸気の断熱圧縮による温度上昇の影響が大きくなりタービン耐熱温度の関係で燃焼室に供給できる熱量が低下する上野の国立科学博物館にラムジェットと 回転翼ユニットの試験に使用されたと、おぼしき噴射ノズルが展示されているが、カードには、後者もラムジェットと表記されているので観覧時には、注意が必要である。名、坂本、最強世界のミサイルロケット兵器図鑑、学研パブリッシング、2015年4月28日。ISBN 9兆7840億5914万4809。 平成21年度製作評価書、2018年12月20日閲覧。ザハトオブザイスワールマイナス71ブラックバードザマイティ J マイナス58エンジン、2016年4月25日閲覧。プラットホイットニー J58 ターボジェット、ヒルエアーフォースベース2016年4月25日閲覧。 防衛技術協会イラストで読むハイテク兵器の仕組み、日刊工業新聞社1999、ダクテッドロケットエンジン P145。ありがとうございます。